よし、戻ってきたぜ。はい。っていうことで、よいしょ。どうも、ゆうがです。今回も、ドラゴンクエスト10。10を超えて受け、続きからプレイしてみましょう。さて、じゃあやっていくか。よし、入ろう。キャットマンマーにも声があんのかね。あんのかな。あ、なさそう。なさそうだわ。え、普通にキャットマンマー聞けばいいのかな。キャットマンマー、おいさ。おう、ヒューがよ、良いところに来てくれた。ん？ムカの顔しておるな。いやー、なんかね、リベリオがなんか大変な目に遭ってるみたいな話聞いたわけだが、あとここのネズミの置物かわいいな。ネズミの置物いいな、これな。ちょうどわらわもそなたに相談したいことがあったのだ。まずはこちらの話を聞いてもらう。なんだ、また頼み事か。なんだなんだ。なんか向こうにもなんかネズミの置物あったな。ヒューガ様、お会いした方でやんすよ。あーっと、お前は、ミャルジ。ミャルジだ。近かった、惜しかったな。ミャルジよ、改めてヒューガに先ほどの話をしてくれんのか。ガッテンでやんす。お前、めっちゃ懐かしいな、本当にな。てか、お前たちと話すのがもう本当に久々すぎるわ。実は足の親分である猫魔族会議最強の剣豪と名高いあのキャットリベリオ様がいなくなっちまったでやんす。いやー、あいつも絶対闇のキエンブレム持ってんだろうな。行方をくらます前からリベリオの様子がおかしかった。そなたはそう言っていたな。あれはリベリオの旦那と足が精錬の大滝で釣りをしていた時、旦那が妙なものを釣り上げたでやんす。釣り針に引っかかってた黒いバッジを手にした時からリベリオの旦那は妙に怒りっぽくなっちまって、ある朝足が目を覚ましたらいなくなってたでやんす。ミャルジこんな感じなのかな。ずっとこんな感じの話し方で来たけど大丈夫かなミャルジと。ミャルジから相談されてんな。してヒューガよ、そなたの要件というのは。うん、いや、その闇の禁煙ブレもちょっと探してんだけど、多分、あ、そうだね、その前にだね。ヒューガキャットマンマーにウェナショートもどこかで暴れている巨猫族を探していることを伝えた。うん、やはりか。ミャルジ、ヒューガ、ミャルジ、そなたらが探す相手は同じ巨猫リベリオかもしれんぞ。あいつに声あんのか。そしたら、それはどういうことでやんすか、キャットマンマ様。こんな小物感あったかな、ミャルジ。ポルト地方に住む猫魔道から最近浜辺の洞窟でよそ者が暴れて困っていると報告があった。浜辺の洞窟、浜辺の洞窟、キュララな海岸かな。違うか、ポルト地方って言ってるから全然違うわね。ごめんね、あの最初の方のとこだね。うん、それこそがリベリオに違いない。はっ、なんだ、どうした、ミャルジ。そんな今の親分は理由もなく暴れて、肩毛の猫魔族にね、迷惑をかけるような大方じゃないでやんす。昔はそうだったけどな、今はもうね、改心したからね、あいつね。あっしはもう少し心当たりを探してみるでやんす。浜辺の洞窟はヒューガ様に任せるでやんすよ。危ない方を任せんだね、わかった。危ない方は任すんだな。ミャルジはリューベリオを探すために去っていった。うん。やれやれ、リベリオも過保護者だな。あれほど過保護に慕われているとは。そうだね。てか、なんだかんだいろいろあったけど、リベリオはキャットマンマに許されたんだもんな。うん。とはいえ、おそらく奴の居所はコルト地方、浜辺の洞窟の奥にいるに違いない。あるいは、リベリオめ、その黒いバッジでおかしくなっているのやもしれん。お前めっちゃ察しがいいな。そなたの力で正気に戻してやってくれ。あやつもわらわの大事な同族。頼んだぞ、ヒューガ。わかった。任しとけ。てか、あいつのご先祖様がなんかすっげえんだもんな。話に聞く限り。来たぜ。リベリオ。あ、もうそんな感じ。うん。やめろにゃ。おう。俺を操るにゃ。やっぱお前ちょっと精神力強えな。すげえな。頑張れ頑張れ。やっぱプスゴンよりやつ。やっぱダメか。やっぱダメだったわ。もう、やっぱあれに愛されてんな。おい。来たか。うわぁ。おっと、ん？
え、今度誰？え？え？あら、やっと。誰？いや、本当に誰よ。何このセクシーお姉さん。ほんとセクシーだな。不意打ちでおっとまげたかい？今度はそっちの番だぜ。いや、お前ほんと誰だ。んて、なんか勇ましいし、セクシーだし。いや、あの、切り飛ばしたらいいけど、あの、この肝心なエンブレムが取れてないよ。ん？何？え？え？もう慣れ。チッ、見かけ倒しかよ、このすっとこどっこい。めっちゃ江戸っ子だな、お前。え、誰だ、お前。まあいい、うん、これであのお人にちった近づけたはずだ。え、あのお人？うん、エンおうん、謎の女は闇のキーエンブレム青キャットリベロから奪った。え、え、なんだこいつは。いただいとくぜ。あ、あの方、ネルゲルに会う気か、お前。うん、お前は誰だって言ったな、今俺。はあ、誰だてめえ、うん、危険なもんだからこいつを渡せって。うん、そうだよ。あ、俺ちゃんと自分の名前も名乗ったんだな。へっ、とんだ命知らずがいたもんだ。え、何？あたしに勝てたらくれてやる。え、戦うことがかかってきやが。んー、なんか今鳴ったけど。おお、なんか減ってらっしゃるね。くそ、腹べこで力が出ねえや。悪いな、飯食ってから仕切り直しだ。いや、そんなわけにいくか。今がチャンスだ、お前をぶちのめす。あたしの名はケイト。ケイト・ブリュースターだっけ。あのターミネーター、ケイト・ブリュースターなのか、ケイト・ビショップなのか、どっちだお前は。こいつが欲しきゃあたしを倒しな。ね、次に会ったら相手をしてやる。あ、でも逆に言うとさ、このエンブレムが集まんなきゃ別にいいわけでしょ。こいつに持っててもらってもいいじゃん。一個所在不明でいいじゃん。あ、そんなわけにいかない。バイバイ。どうせまた戦うことになるんだもんな。でも誰よ、なんか新キャラどんどん出てくんな。元気かお前。とんだ野生児もいたもんだな。あー、で、ミャルジ来ないの。ミャルジ、お前の主やべえぜ。出た、イケメン。ふにゃにゃー、いてててて、体中が痛いにゃ。大丈夫かよ。ん？ん？どうした？このゆで卵みたいな若造は誰なのにゃ。ゆで卵、貴様の知り合いかにゃ。うん、俺には気づいたけど、俺に挨拶はねえのかおめえは。うん、ゆで卵ってなんだ。なんだよそれ、うん、まさか君、僕が誰か分かってなかったのか。あ、これ名乗るか、まさか。久しぶりだね。いや、さっき水の塔で会ったばかりか。やっぱエルジェっぽさあるな。僕は500年前のハジャブネ氏、うん、エルジェ。やっぱ合ってたわ、すげえ。うわ、そっか、成長したな。俺も一応成長したんだけどね。あの、こういうクエストの時だけは俺、あの、プクリボで来るって決めてるから身長低いんだ、ごめんな。よく気づいたな、プクリボ。うわ、すげえ、なんだこの成長の仕方。君と出会った時の僕は10歳だったから、うん、まあ気づかなくても無理はないか。うん、ずいぶん背が伸びただろ。だいぶ伸びてんね。うわ、エルジュか、やっぱお前。よく俺後ろ姿で分かったな。そっか、ごめんな、お前だけなんか置いてこぼりにしちゃった。このエルジュってのは貴様の昔からの連れなのかね。もう昔って本当に大昔だ。なんでお前ってか、どうやって来たんだよエルジュは。ああ、大切な友人のために、うん、僕は時を越えこの時代にやってきた。時を越え、なんかまた別の人が絡んでんのかこれは。再び世界を、うん、冥王ネルゲルから守るために。あいつクソ雑魚だから別に大丈夫だと思うけどな。
あいつ割とクソ雑魚だぜ。だって大魔王にただ力を借りてただけのやつだからね、あいつ。うん。5つの闇のキーエンブレムは、うん、冥王ネルゲルの力の源。魔の者の手に渡れば、奴が復活してしまう。うん。そっか、そうだね。けど、ベナ諸島の闇のキーエンブレムも、君が手に入れてくれたんだろ。お前さっき入れ違わなかった？さっき女の人と。俺奪われたんだけど。って言った。なんだって？うん。妙な女が闇のキーエンブレムを奪った。奪ったんだあいつ。僕は、うん、そのケイトという女を追ってみる。追って、うん、追って。その後で、うん、君が大地の箱舟であった、うん、現代の賢者の下で落ち合おう。オッケー。あ、現代の賢者ね。そっか、昔も賢者入れたんだもんな。ああ、その賢者がね。あ、まあそれいいか。俺が持っていた黒いバッジは川釣りをしてた時に偶然釣り上げたものなのに。いや、意外とそれって偶然じゃねえんじゃねえの。手にした途端、うん、頭がボーっとして何もかもめちゃくちゃにしちまいたいって、そんな気持ちに取りつかれちまって。いや、なんかさ、いや、多分ネルゲルの策略なのかな。だから、うん、みんなに迷惑をかけにゃいように、めったに人の近づかないこの場所に隠れてたのに。お前めっちゃ偉いな、すげえな。うわ、そっか、人のことちゃんと考えて。そっか。心の友よ。お、どうした？長年裏街道を歩いてきた俺だからこそわかる、うん、あの黒いバッジは相当ヤバいものにゃ。裏街道を歩いてきたって、そんな誇らしく言えることじゃねえけども、ありがとな。危険を知らせてくれて、ね、うん、お前はやっぱいいやつにゃ、ありがとにゃ。あんにゃものは、うん、この世の中にあっちゃいけにゃい。そうだにゃ。エルズと一緒に世界を守ってくれにゃ。分かってにゃ、任しときにゃ。エルジュの名前ちゃんと覚えたな、あいつ。ああ、じゃあ港町レンドワー駅1階にある放浪の隠れ家へ行け。賢者放浪に報告しよう。真意のじいちゃん。すっげえ新事実だよね。で、待ってよ、思い出の説。よいしょ、帰ろ。ヤッホー、エルジュはいるかな。いないね。フォロー来たぜ。おお、ヒューガか。質問が闇のキンブレのことはまだ調査中で。んー、どうしたのじゃ。ヒューガは闇のキーエンブレムが5つ集まると冥王ネルゲルが復活してしまうと教えられたこと。闇のキーエンブレムは青が謎の女に奪われ500年前のハジャブネシエルジュが追いかけていったことを説明した。さらにエルジュよ、お前に言い忘れていた1000年前のハジャブネシについては何も調べない方がいいぞ。ふい、どうした。冥王ネルゲルの復活じゃと。それに500年前のアジャブネーシー、お主同様の時渡りの力を持つ者が現れたというのか。俺と同様の時渡りの力を持つ者、誰だろうな。いや、細かいことは後回しじゃ。闇のキムレムが冥王ネルゲルの力の源であるならば放っておけん。ヒュンガ、わしらも全面的に協力する。共に冥王ネルゲル復活を阻止しよう。それにしてもあちこち遠出して大変じゃったの。これはわしからのおだちんじゃ。あれ終わった。うん、やった、よし、もらえた。あれ、意外と短いっちゃ短かったな。そっか、ありがとう。やっとリベリオを暴れさせていた闇のキエンブレム青のことはひとまずそのエルジュに任せよう。我ら英知の冠は総力を挙げて闇のキエンブレムについて調べておく。何か分かったら連絡しよう。あれ、なんかエルジュもここに来るみたいな話してなかったっけ。そうそう、グレンジョーガマチのトンブレロには秘宝は見つからなかったとしらを聞いておくのじゃぞ。わかった。ヒューガはフォーローの隠れ家を後にした。一応トンブレロのとこ来てみたけど、どうだ。やっと戻ったか。ここまで割りを待たせたのだ。巨猫族を倒し秘宝を手に入れたのだろうな。こいつ怪しいんだよな。この目といい、この足の短さといい。
ヒューガは賢者放浪やエルジからの忠告に従い、何も見つからなかったと答えた。またしても空振りだと。ヒューガよ、よもや貴様我をたばかってはおるんだろうな。あるいは思った以上に貴様は脳なしの役立たずだったということ。そう捉えられるとなんか途端に話したくなっちゃうけども。貴様にはもう用はない。我は秘宝探して忙しいのでな。即刻立ち去るがいい。あれー、こいつは、そっか。もうダメか。あいつと話すこともないか。そしたら、そっか。でもこいつの正体なんだろうな。てかなんかまた人増えたしな、ケイト。まあまた気になるところだが、一旦ここで終わりにしとこう。ほんじゃあ、ご視聴ありがとうございました。で、また来週だね。また来週また配信されるので、またやっていこうか。じゃあ、また次回お願いします。あとよければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。そんじゃあ、バイビー。